オーストラリアは中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本のもが身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本のもが身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみに、オーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月にオーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れたその軍事同盟の名称は、オーカスとなることが明かされた。それまでも、オーストラリアにとっては、イギリスはかつての宗主国であり、アメリカは、広い意味で、太平洋において、軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再び、アングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで、第二次世界大戦後のオーストラリアといえば、近隣の国家として、多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのは、インドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも、国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた敵国といえば、太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアはフランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものを、オーカス級とし、これを、オーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は、533mm 魚雷発射艦4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射艦を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、
大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を大きな柱として挙げており、特に後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO-A200 型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が昨年2023年4月に自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定しているとめされている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本の野茂型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍のバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0m、全幅 16.34m の艦隊にコダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でも、アルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は、満載排水量4650トン、全長 133.0m、全幅 17.0m の艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。日本のモガミ型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では、2018年から就役を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0m、全幅 14.0m の艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、
最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本のもが、身型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で、200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で、冷戦構造が激化したことで、再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造した、ガトー級潜水艦の譲渡を受けて、潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた鳳詩尾から国産化を再開。ここから、今まで、建造技術の継承を続けている。この鳳詩尾は、三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした、朝日、岡田は洋石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、
旧型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、旧型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、大ゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、大ゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射艦を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、大ゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを期としている。大ゲイ型の収益によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6門の 533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在の最古参の親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン対艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが
方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。